始まりました、エストサーフシレです。イエーイ。さあ今回はですね、ティントカラー巻き、ピグメント巻きとかね、ティント巻きってのをやっていくんですけど、ちょっとね、赤って自分あんまり やらない色なんで、ちょっと珍しいんで、記録的にも、動画に撮っとこうかな、撮っておこうかなと思いまして、撮ります。はい、今日はで、赤の、今回はね、ピグメント巻きですね。ピグメントっていうのとティントっていうのがあって、ピグメントっていうのは油性の顔料なんですね。これピグメントっていうのはね、油性顔料。はい、で逆に、水性の顔料がティントって言って、こんな感じ、ちょっと汚れちゃってるけど、ティントカラー、若干ね、色合いがね、違うんですね。たまたまね、ちょっとね、赤のティント巻きがあるんで、見てみましょう。はい、これは修理で入ってるんですけど、これがね、おそらくっていうか、まあティント巻きなんですね。赤のティント、水性顔料で巻いてる感じ。若干ね、赤でもね、ちょっとね、暗い感じが入るんですね。はい、で、今回はピグ巻きね。はい、ピグメント巻きをやっていきます。微妙にやっぱね、色違うんだよね。なんていうのかな、色合いが違うっていうか。じゃあこれでやっていきます。ういっす。はい、じゃあ巻いていきます。はい、巻き始めました。で、ちょっとね、今回は短い動画なんで、最後まで、お付き合い、ご視聴よろしくお願いします。で、最後の方にね、次回のこのデッキ側の巻き方がちょっと変わった変わった巻き方するんで、予告も入れますんで、最後までお付き合いよろしくお願いします。はい、乾きましたね。見てください、こっちがね、ピグメント、こっちはティントカラー。うん、これ赤だけなのかな、もしかしたら違う色入れてんのかもしれないけど、赤ね、同じ赤なんですけど、うん、ちょっとこっちの方が朱色っぽくなるかな、やっぱり。はい、そんな感じです。はい、でもこうやって見ると真っ赤でしょ。そう、赤いんだよね。うん、赤です。ってことでね、こうやってはい、ってことで次回はデッキ側を4色入れてティントでね、巻くんで、お楽しみにしてください。チャンネル登録してお待ちください。じゃあグッドもよろしくお願いします。じゃあまたです。ごきげんよう。